どうも皆さんこんにちは、ヒョヒョです。今回はですね、タウンホール9の攻め方ゴウィービー、もうね、もうほぼまあほぼほぼまあ知ってると思うんですけれども、まあね、まあ早速紹介していなかったので紹介していきたいと思います。でも今回は結構ですね、ちょっと失敗したかなみたいな感じですね。まあ失敗はしてないんですけれども、上から2番目この村なんですけれども、ですね、失敗は本当してないんですけれども、まず、まあ、編成を見てもらえば分かる通り、ペックがレベル2、そして援軍釣り出し用ホグがレベル0というか1、ネクマンがレベル1、ゴーレムもレベル1となっていまして、私のゴーレムというか、そのゴウィービというか、ゴワイプというか、そういう編成が結構ね、弱いんですよね、レベルが。なので私今、ネクマンをあと5日で、まあ、そのレベル2に上がるんですけれども、早速見ていきましょう。まあね、まあ普通に援軍を釣るんですけれども、今回の敵がですね、援軍入ってることは入ってるんですけども、ウィザードとかが入っていなくて、もう、全員アーチャーっていうね、もう全員釣れなかったです。はい。まあ、まあまあ、かける2で見ていきましょう。まあ普通に援軍処理していくんですけれども、まあ、ゴウィービーということで、でも編成的に、ゴウィービーなのか、なんかゴワイプなのか、ちょっとわかんなくなってますよね。はい、ここでやりました。まあ、もうね、説明しなくてもわかると思うんですけれども、まあですね、で、まだ出てきちゃうんですよね。援軍が。そしてまあ、適当にやって、まあはい、ミスった。おぉ、すげえな。ミスった、はい。はい。もうジャンプの呪文がかかってない。はい、もう非常に致命傷ですね。私が、そのね、今回、まあ、友達と、まあこれ、クラン戦をですね、ライブリプレイ見れるじゃないですか。ライブリプレイじゃなくて、本当に1台の端末を、僕の友達がこうぐるっと囲ってですね、僕がそのみんなの前で攻めていたんですよ。もうそれで焦っていたのかというか、緊張していたのか、もうかかってないっていうね。はい。まあそんなことはどうでもいい。まあそして普通にやっていきますね。はい。はいって感じです。そしてもう、もう完全にもうペッカとかウィザード全員こっち行っちゃったんで、もうこっちでレイジでご利用ししようと思ってやりましたね。そしてこれ見てください。もう感動的瞬間。ペッカがこっちに行ってくれました。でもその時はもうね、負け、まあこの時点でもう負けたなと思ったんですけど、もうレイジと、ヒーリングでもう耐久して、もう耐久でご利用しで行こうぜみたいな感じになって、心の中で。はい、それでもう見ていきますよ。いきますよ。今、レイジとヒーリングかかっていて、ペッカがタウンホール攻撃している。その時、はい、もうこの壊した時ね、もう、負けると思ってましたから、私。やっていて、そのもう、監修、オーディエンスじゃねえな。監修がですね、うわーですよ。よっしゃーみたいなね。いや、もう本当よかった。あれはよかった。そうですね、あとはなんかもう適当にって感じですね。まあ、今回は、その、まあ、レベルは低いんですけども、まあ、ユニット自体のレベルが、そこまで強くないんですけれども、やっぱ、ネクロマンサーの、やっぱこの、出す粒っていうのが、粒じゃない、スケルトンさんですね。スケルトンさんが結構いい役割してくれたかなと思います。やっぱり、もう一回見てみましょうか、もう。あ、援軍処理めっちゃ簡単ですしね。やはり、なんか粒がめっちゃいることによって、なんか非常に安心します。やっぱりおとりとなってくれるのってね、ウィザードとかの。やはり、この時点で、まあ、さっき、まあ、ゴーレム死んじゃいましたけど、ゴーレムはここにいて、ウィザードと、ペッカとかが基本的にこっちに固まっていたんですね。そういう時に、やはりその、おとりとなるモンスターが必要じゃないですか。ペッカはやっぱり攻撃力ともと、HP が高いので、近距離攻撃。そして、スケルトンも近距離攻撃。ウィザードとかアーチャークイーンがですね、その遠距離攻撃なので、そのスケルトンをおとりにして、後ろから攻撃できるということができるので、やはりスケルトンもその、HP は低いですけれども、やはりおとりとなってくれるので非常に強いかなと思います。はい。まあ、こんな感じですね。ゴーレムもそこまで役に立ってなかったっていうね、最後。って感じですね。ちょっと私はちょっと、納得のいくね、攻めではなかったというか、ちょっとね、かっこいいリプレイではないじゃないですか。まあ結果的に星に取れたんで別にいいですけど、かっこよくないんで、次回はかっこいいゴウィービー見せたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。